これが新しいバトルクロスか。はい、今朝ベルフが持ってきてくれて。バトルクロスの色が変わると雰囲気も変わるもんだね。あ、変ですか。ああ、そういうんじゃないんだ。よく似合ってると思うぜ。ただその青い布、いわゆる精霊の護符だろう。ウンディーネクロスだっけ。はい、中層ではサラマンダーウールを持っていきましたけど、ダンジョンの仮装だとこれが必須の装備らしいです。これ信じられないくらい高価なんだよな。今回はパーティーの人数も多いですからね。じゃあちょっと試してみようぜ。万が一まがいものなんかをつかまされてたら大変だからさ。試すですか。でもどうやって。ここなら思う存分水も使えるだろ。水というかお湯ですけど。いいからいいから、僕もウンディーネクロスの効果を見てみたいからさ。わかりました。あ、じゃあ、すごい、なんていうか水の抵抗をほとんど感じない。ちょっとスパーリングしてみたらどうだい。はい。すごいじゃないか、水の中とは思えない動きだぜベル君。はい、信じられないくらい動きやすいです。ほとんど陸上と変わらないっていうか。よし、今度は思いっきり潜ってザブザブっと。何をなさっているのですかね。みことくん、いや、これは遊んでたわけではなくて、ウンディーネクロスの効果を確かめようとして。大浴場は神域に等しい場所、着衣のまま浸かるなど言語道断。はっ、みことくん